ジュビロが降格した悲しいけれど現実にどうしてこうなった、実は必然だった、長期的ビジョンもなく望んだツケが Promise me don't させさき未来はそこにあるの、 Promise me don't信じて自ら切り開く、ルビーのラジェツに一年で手戻りなんてするようにやるしかないよ、やらないかの精神で問題乗り越える、みんなの決意